バター買い忘れたのでバター作ります。今回はギスキ乳業のノンホモ牛乳を使います。そもそもバターとは牛乳の中に含まれる乳脂肪を集めることで作られます。乳脂肪は膜に包まれた状態で牛乳の中に存在しますが、容器内で振る衝撃により膜が破れて中の脂肪が出てきます。その脂肪同士が集まって固まりバターになります。市販されているほとんどの牛乳はホモ牛乳といって、栄養素を均等にし品質を安定させるため乳脂肪が細かくされているのでバターができません。それなので乳脂肪が細かく砕くことなく殺菌された牛乳ノンホモ牛乳を使う必要があります。振って振って振って、当初の予定では20分くらいでできるとの話だったのですが誤算でした。バターって高いなと思ったんですけど、この作る手間や出来上がる量を考えると買った方がお手軽です。